というわけで今日は瓦を100枚用意しました。おー、瓦割りの、うん、はい、じゃあ一番割れたところが一番低いと。そう、非常にシンプルな検証でございます。はい、ちなみに予想は、予想、俺かかとなんだよね。瓦を壊すっていうこの形式上、下に行く力じゃん、まあ、かかと強いんじゃないかなって。でもこの何、こういうパンチ、政権好きなの、これでバゲーンの方が一番強いんじゃないかな、体重乗るし。スマブラ的に言ったらどこが強いんだろうな。スマブラ的に言ったらやっぱガモンダルのこれじゃない。あ、横だからね。下にドゥクッていう攻撃でいくとガノンの空下強いからね。これね、ドゥーンってね。まあマリオの空前って説もあるけど。ああ、スマブラ関係ないから。え、なんでないの。え、なんでないの。いや、あれでダメージ数出てんだから分かりやすいじゃん。ああ大丈夫。めちゃくちゃバカなこと言ってるさね、論破したわ。あ、俺めちゃくちゃバカなこと言ってるさね、論破したわ。あ、俺早速やっていきましょう。えい！